方、2点リードの9回にアウトで降板した今井、勝ちが消える。ここで帰るか。球数か。129球まで行ったからまあしゃあないか。なんでだよ。なんやそれ、あと10球くらい一緒。ここでアブレイユの方が怖すぎる。鍋信じるぞ。山田のタイムリーでサクッと同点。ばっかじゃねえかー。終わった、わら。そうなんよ、勝たないと意味ない。今井の勝ちが消えたよ。今井かわいそう。危ないよ。アブレイユが情けないだけ。アブレイユはセーブ失敗多くね。セーブは監督じゃなくて終盤の面白失点狙わないと浮上しない。リリーフに投げさせた時点で負け。また一人の猫戦士が優秀に近づいたか。エースなんだから心中でよくね。帰るならもっと前だろ。涌井とか岸に169投げさせてた鍋球はもういないんやな。ヤクルト、話が違う。いや聞いた通りやったわ。結局弱いな。